とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は大晦日。大晦日は毎年やってます、年越しボスラッシュ、やっていきたいと思います。去年とボスは一緒なんだけども、今回はこれ、覆われた怒りで倒していきたいと思います。エンチャントは、ダイナモ、痛みサイクル、虚無。そしてリフレッシュですね。おそらく全員ワンパン、あ、いや、無敵になるやつはワンパンじゃないね。まあ、とにかくワンパンぐらいで倒していけると思います。いくぞ。それでは一発目はムーシュルームモンスターズ。多分ワンパンでいけるでしょう。あ、最初の一発は当たってないけども、毒ダメージでいけてない。いや、まさかいけてなかった。最初の一発が当たらなかったのがちょっと痛かったね。次は大釜ですね。ダイナモは溜まってないけども、痛みがあるからいけるでしょう。おお、すげえな。それでは次は名もなきものですね。速攻でやりましょう。ダイナモも痛みも溜まってます。で、影化してる。これワンパンだな。どこ出る。はい。そうだろうね。レッドストーンの怪物行ってみましょう。ダイナモは溜まってるね。はい。さっきみたいに出る前に攻撃は当ててない。そうすると倒せるのよ。それでは邪悪な村人行ってみましょう。ダイナモ20あればワンパンで軽いはず。あー、出なかったな。一応出てきてくれれば嬉しいかなと思ったけども、その必要もないね。今だ。さあ、いいね。で、痛みサイクルが溜まってる。間違いなくワンパンでしょう。はい。次はジャングルの魔物ですね。折り返し地点です。ダイナモもいい感じだし、痛みサイクルも大丈夫。ダメージが入るようになったら一気に叩いていきましょう。まだダメージ入らないよね。あ、入る。どうだ。あ、意外と倒せないか。いや、倒せた。さあ、次行きましょう。邪悪なレイスですね。ダイナモも痛みもいい感じに溜めてきました。問題ないでしょう。しかもパワーポーションまで出た。パワーではね、まあ強いんだけども、ここでは任しとけ。ワンパン、いったる。いけましたね。ガーディアンいきまーす。ワンパンいけるか。あー、そうか。やっぱり、最初の一発目って、トゲない気がするんだけど、あるか。マジか。まあしょうがないね。こいつはもう耐久して戦っていくしかありません。3回ぐらいは無敵になると思う。いや、めんどくせえな。あ、ちょっと待って。うん、おーおーおー、そうでもないじゃん。そうでもない。やっぱ最初一発目からポーションバリアつけてればいけてたかもね。さあ、残り2人。まずはテンペストゴーレム。ここはもう時間がかかる。もうこれしゃあない。こいつばかりはね、ちょっと時間がかかるんで、ちょっと早めには倒すけどね。まあ、うまいこと、弱点が出た時に、ダイナモもしくは痛みが結構溜まってたら、いや、無理か。止まったよね、確か。ダメージ止まったよね。ならダメか。うん、一応ちょっとダイナモは多めにいくような感じで。どうだ。おいおいおい、ちょっと待って待って待って、おかしいやろ。おかしいおかしい。うわうわ、バグったこれ。よし、どうだ。あー、オッケーオッケーオッケー、いけたいけたいけた。あー、うん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 、まあまあうまいこといけばあと1回でいけるかも。うん、うまいことダイナモを貯めるか、痛みがちょうどの時だったらいけると思う。
これね、調整がね、こうなってると難しいんだよね。でもまあできるだけ調整しよう。パワーポーションは確実に入れる感じで、ね、だね。よし、ああダメだ、ああダメだ。でもこれでちょっとはマシでしょう。時間かかる。でも次で倒せる。うん、おそらく次では確実にいけると思う。やっぱどうしてもね、ここはかかっちゃうのよ。しょうがない。うん、ここはなんとかやるしかないよ。普通に危ねえ。もうそろそろ、よし、 OK。 次こっち、ダイナモ食べるのはちょっと難しいな。いや、いけるか。ハチたちになんとかやってもらおう。弓で倒して、オッケー。あーもうもういいじゃないですか。ダメなの。いや、時間がかかる。まあね、ラスボスはもう速攻倒そう。うん、エンダーの心臓はもう速攻倒しちゃいましょう。こいつだけはちょっとね、時間がかかったということでしょうがない。よし、あっ、吹け、オープン、オープン、開いたー。はい、時間かかったー。ラストは速攻倒す。いけ、あー、ダメか、ダメか。いけたと思ったんだけどなー。ちょっと厳しいか。うん、まあ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 、次でいけるかな。ダイナモ貯めりゃいけるか。ちょっとダイナモを貯めときます。しっかりとダイナモ貯めて20で叩けばいけるでしょう。うん、よっしゃ。あー、逃げられた。20で叩けばね、絶対いけると思うんだけどな。オッケー、次で大丈夫。次で上に出てくるでしょう。今のはね、ちょっと上にあまり出てこなかったから叩けなかったけども、こういうの雑魚処理はハチたちに任せれば OK。 よし、いける。パワーポーションないけどいけるっしょ。 OK。 はい、ということで年越しボスラッシュでした。いかがでしたかね。今年も、変更点などいろいろありまして、変わったことがたくさんありました。で、来年もね、また変更点があって、装備やエンチャントなども変わってくると思います。まあ、それもね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして来年にはレジェンズとか出てきますので、それもガシガシやっていくので、ぜひともよろしくお願いします。それでは来年もナオチン TV をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。